やっぱね、こっちも近いですね。近すぎる。いや、近いじゃなくて、炭の方に。そうそう、炭に近い。ああ、なるほどね。やっぱ近くした方がいいのかもしれない。まあ、実際この距離だからね。そうですね。これ全部この段に、この高さにすることもちろんできますね。これはデモ機なんで、上下比べられるように。手持ち無沙汰だな。これもできる。左側が一番美味しそうだ。そうだね、それで一番すぐ近いな。もうちょっと起こしてあげたらいい。そうですね、そしたらさ、インパクト変わらなくなっちゃう。そしたらね、グレード落とせるんで、おかずみでもいけるんですよ。あ、なるほどね。こんないい炭使わなくてもいいんで、なるほど。ご相談会を。超高級店作ってましたね。ね。でもその前やる。あ、でも超高級店やってないか、お得意ですよ。12時。12時まで高いのかね。後半時間が。今はいい簡単にやってますね。ですね。そうですね。自分で鳴らしてやっていくんで。だからね。人がない。まあでも炭でやってもそんな変わんないよ。だけど近火でやった方が全然いいね、手場は。真ん中と変わんない？いや、真ん中の方がやっぱり焼けるの遅いから。この高さで全部やった方がいい。あ、これで。うん。この高さで炭をやれば、まあ問題はないんじゃないかなと思うけど。このスピードが速いね。これね、近いんですよ。近い、これでも。いや、このね、ここに近いから。あ、じゃあ炭である程度塞いじゃった方が逆にいいってことか。だからあと刺し方を、鳥の刺し方を変える。うん。対処する。下が鳥の方がいいのかもしれない。下が鳥にして、これはだから今、ね、うちだからできる。うちの、そうね。だからできるあれで。炭ってどちらかというと、端っこ弱くて真ん中強い傾向があります。これどちらかというと逆なんで、熱源が両サイドにある分、両サイドが強いっていうので、ちょっと打ち方は、工夫していただくことだ。だから今うちはね、真ん中が強いから、あの端っこに野菜持ってったり小さくしたけど、だからそれを逆にすれば全然対応は可能なんで。あ、どうぞ、すみません、ちょっとあるものをどうぞご自由に。